こんにちはエレメントサイクルです。もうねお客さんが来ない時は動画撮ってます。だからねできれば来店予約してもらった方があのお互いストレスがないんで。僕もねお客さんが来ないでわかってるから動画撮ってるから突然ね多分来る時もたまにあるんですけどまああんまりないけど今のところ来てもらっておたずが気まずいんでぜひ来店する時は予約してください。はい、今日はえー、っと3月の27日です、えー。今週入荷した中古商品がね結構いいのが入ってきたんで。 それを紹介します中古商品はあの再入荷しないもので一応僕が目利きしてこれならいけるっていうやつしか、まあ、ちょっと、まあ、やらないんですだからもうもしこれどうですかみたいな、まあ、事前に写真を送ってもらえばあこれもダメってこうちょっと、まあ、ダメかいいか、まあ、似た択なんで言えるんで、まあ、お気軽に公式 LINE でお問い合わせくださいメールと DM はちょっとねもう見るもんが多すぎてもう見たくないんでラジー LINE でお願いしますそれでは 今日入荷しした中古商品紹介しますでどこに紹介するかというと、ここにもうちょっと,ちょっと、ね、地べた、まあ、掃除しましたけど、ここで一点一点やろうか、やりますね。はい、はい、まず入ってきたのが、これです。ポールのブレーキレバーです。これは感知レバーといって、感知ブレーキレバーといって、まあ、ロードバイクのキャリパーブレーキ。 こう結構キャノンデールとかこういうロードバイクのキャリパーブレーキに対応した、えー、ブレーキレバーになりますでロードバイクとマウンテンバイク何が違うかっていうとこ引く量が違うんです引き量がだからもしこれをこのロードバイク用の感気レバーを使ってマウンテンバイクのブレーキ例えばこのスコットについてるマウンテンバイクのブレーキキャリパーを引こうと思ったらレバー比が合わないに引けないんですねでもしマウンテンテバイク用のブレーーキキャリパーを ポールのレバーに引きたい人は、えー、ラブレバーっていう品番のものを買ってください。はい、で、これはね、て調べて定価がね、3万3000円ぐらい今。で、状態めちゃくちゃいいこれ。で、いくらにしたかというと <laughs>、もう状態がいいんで、定価ね、3万3000円です。もう状態いいんで、一応2万4000円にしてます。はい、一応、県外発送も可能ですから、お問い合わせくださいえ。公式ラインにお問い合わせください。 次です。これです。トムソンの x フォーステムになります。長さが9センチで角度がえ 10° 度。こういったら上向きになるし、こういっちらまあフレームと平行になるし。これはね。今定価がね。だいぶ上がって1万4000円です。で、これもね状態がめちゃくちゃいいんですよ。で、このオーナーさんもなんかね。すごい丁寧な方で。すごい状態がいい。 これは中古価格を今1万円にします税込み。で僕が言う価格が全部税込みですから、これも見外発送可能です。気になる人は公式ラインにお問い合わください。<laughs> はい次です。もうチゃンネル行きます。まあ中古はねもう一期一会なんで。MKS 三ヶ島ペダルのストラップ付きのペダルです。シルバンゴルディとゴールティとゴルティ,ートルィート。これね。 多分ね、あのー、グランピングの池田君が大好きなペど、です。これねストラップ付き。これ定価が、まあ、ストラップ付いてるから7,000円ぐらい。これを4,400円足します。これもすっごい綺麗全然乗ってないんじゃないかぐらいの感じです。一、は、点、い、ものです。はい、あとはちょこれからちょっと値段つけていきますけどえっとね、えー、杉野の前。 座禅の禅ね禅というチェーンリンリグがあるんですよ PCD144 の NGS のクランクに対応したチェーンリングがあってこれ波数が49これもねほとんど使ってない多分ねこのお客さんしまなみ海道一回走ったみたいでだから2 0 0キロも走ってないのかなねすごいちゃんと掃除してきてくれた。 これいいですよ。これ PCD144 なんで130の PCD に合わないです。でもオールシティのビッグブロックの完成車についてるあのクランクだったらこれ装着可能です。これはね金額が販売価格がえー、っとねまあ高いそこ低下がね3万3千するんですよ。 3万4,000円,円ですけど、まあ、一応販売価格はまあ今2万4,000円ぐらいに設定しますチェーン付きですチェーンはどこのチェーンかわかんないけど一応 NGS って書いてあるの泉のチェーンですねチェーン付きになりますというのがいろいろ入ってきますこうねで今からまあ紹介しても、あのインスタグラムちょっとねホームページにはちょっと掲載しないんであのなぜかすぐなくなっちゃうからあの インスタグラムにやるんで、インスタグラムで見て面倒くさいけど、問い合わせは、えー、公式ラインでお願いします。で、次のビール入ってますね。入ってます、はい。あとね、このどっかのショップさんのオリジナルのハンドル。はい、これいかついでしょしかも、このハンドルは、グリップつけます。一緒に。グリップどこだろう。リザードスキンかな。ないいですね。これラップしてもらって、最高です。はい。 あとギザプロダクツのドロップハンドルこれ意外と使えるんじゃないかな420420だしいいんじゃないかなコンパクトでねいけると思いますいけると思いますいけます、はい、というのが入ってきたんで今日の動画はこれで終わります今週の中古商品の紹介でしたでここから振りとく え昨日3月26日に、えー、っとモミジシクロクロスがあったんですけど僕、ね、シングルスピードで出たんですけどちょっとねリタイアしちゃいましたもう一周行く前にもうなんかね踏み込んだらチェーンが飛ぶっていう症状があってやっぱり、ね、テンショナーの付け方が悪かったのとえー、っとねスプロケット 20T にしてたんでこのチェーンのかかるのが少なかったのがそれで、ね、カンカンカンとんでもうこれダメだと思ってうわと思ってリタイアしました。 シングルスピードはねもう転生ない方がいいってことが分かったんで、まあ、僕のセッティングも悪かったのもありますし次は、ね、やっぱり SSCX 専用のフレームで来シーズンはいろいろ準備してで昨日もインスタに書きましたけど、まあ、やっぱ岡田のおっちゃんが、ね、よく頑張ってくれるんですよ。頑張ってくれてまあ、岡田のおっちゃんん僕尊敬すごい大好きなんで また来シーズンは今シーズンよりももみじクロスの運営側をちょっとお手伝いちゃんとできてさらに今年よりもちゃんと体調車両を万全にして挑むで,できればその順位よりも何かこう見せる見せる走りをしたいなと思ってその見せれる走りだからエンターテインメントじゃないけどやっぱそういう見せる走りをしてまあ今見てる多分アラフォーの人たちに。 あちょっと俺も榎本さんも頑張ってるからやってみようかなみたいな、まあ、そういうちょっと背中を押せるようななんていうかなちょっと言葉はちょっとうまく浮かんで、まあ、そういうふうな感じしますそう,いうそういう感じではいありますねあと引き続きじゃねえー、と委託販売のまあ車両もあります、ね、で委託販売の中古はちょっともうめんど,めんどくさいんでちょっとなんていうかなあ経理上 めんどくさいね、今のところ委託販売の部品はやらないです。はい、はい、以上です。じゃあ、終わります。おりんりん。おり、えーうんりん。ええ、もう、あのお客さん来ないから、撮ってるから。<laughs> <laughs> ちょうど今終わった。